石垣市営球場は沖縄県石垣市の石垣市中央運動公園内にある野球場。施設は石垣市が所有し、石垣市公共施設管理公社が運営管理を行っている。中央運動公園内に昭和54年3月竣工八重山諸島初の本格的な野球場であった。会場以来、高校野球など、 地元チームの練習などに使用されているほか、大学野球や社会人野球のチームが、キャンプ、合宿などで使用している。また、プロ野球においては、中日ドラゴンズが昭和58年に初めて、石垣島で春季キャンプを実施した。同年春は悪天候に見舞われたものの、キャンプ実施に合わせ本土から黒土を取り寄せるなどして、フィールドを回収した回もあり、 コンディションを確保。水たまりのできにくいフィールドは、当時監督だった、近藤貞夫から、日本一水はけがいいと、太鼓判を頂戴したほどだった。しかし交通の便の悪さなどもあって、中日の春季キャンプは同年限り、わずか1シーズンで撤退となった。それから25年後の平成20年、千葉ロッテマリーンズが、新たに、春季キャンプ地とした。 平成18年秋の高校生ドラフトで石垣島出身の大峰優太がロッテに一巡目指名され入団したのを受けて石垣氏がロッテに対してキャンプ誘致活動を本格化。同年度中に中央運動公園の各施設を改修し、この内ち野球場については両翼90メートル、中堅120メートルだったのを プロ野球企画を充足する両翼100メートル、中堅122メートルに、拡張、さらに土の入れ替えやフェンス、ネットの追加設置など、約3億円をかけて回収することを決めた。また、当時ロッテがキャンプ地としていた鹿児島県立鴨池野球場を中心とする鹿児島県鹿児島市の鴨池公園は、球場周辺に各施設が分散しているため移動のロスが生じ、 効率が悪いことがネックとなっていたが、中央運動公園は各施設が徒歩圏内に近接して位置しているためロスが少ないという点が大きな決め手となり、ロッテは2007年6月28日に翌2008年からの春季キャンプ実施決定を発表した。同年春、初開催となったロッテの春季キャンプ期間中、球団営業部は中央運動公園を 石垣島マリーンズボールパークと銘打って、屋台や遊具を設置したり、様々なアトラクションを行うなど、ファンサービスを実施、石垣市民に対して、チームの認知度アップを図った。なお、市は2か年をかけて、公園内各施設の改修を進め、うち野球場については2年間総額11億円をかけて、メインスタンドを改築し、スタンド全体の収容能力を1万人程度まで、 増強。将来的には1軍、2軍の合同キャンプや、期間中のオープン戦開催も視野に入れている。その工事は、平成23年1月に完成。グラウンド拡充のほか、LED 式のスコアボードも設置された。平成26年2月16日には、石垣島での初のオープン戦となる、千葉ロッテマリーンズ対、オリックスバファローズの試合が開催された。 ありがとうございます。